さあやってまいりました第25次川中島の合戦。失礼いたしました、川中島の対談。まずはゲスト武田晴信さんと山本寛介さんにお話を伺っていきましょう。晴信さん、長尾影虎をどう思いますか？なあ、長尾のクソガキね。この間大事件を起こしたらしいじゃないか。越後のジャジャ馬がちょっとやそっと合戦で武功を上げたくらいで、は、何？父親のようになれたとでも思ってるのかね。は、俺の敵じゃないね。勘助、お前はどう思う？頭の良い御人家と国政も戦術も素晴らしい。おい、褒めてどうすんだ。何より美人だ。勘助、あなたも言ってたじゃないですか。勘助。続いて長尾影虎さん、長尾正影さんにもお話を伺います。影虎さん、武田晴信をどう思いますか？おっさんでしょ。親に対して敬意を払えないような男は嫌いです。え、向こうにも私のこと聞いてる？どうせジャジャ馬だのありふれたくだらない悪口言ってるんでしょうね。ほん、言わせておけばいいのよね。正影もあんなやつ、この私の敵ではないと思うでしょ？少なくとも出家してやるとか言って大騒ぎはしないでしょうね。それは言わないお約束。何より男前だ。正影？あなたも言ってたじゃないですか。正影！別撮りでは話になりませんね。とりあえずお二人とも落ち着いてお話ししてみましょう。落ち着けって何のことでしょう。私はいつだって冷静ですよ。これはこれは、影虎殿、出家はよろしいので。おや、グーの音は出るのですね。そちらは、お父上はお元気で？ねえ、元気ですし、仲良くしてますよ。それで？はい？これは何の対談だって聞いてんだ。知らないよ、私だって忙しいの。あんたなんかとくだらない話をしてる暇はないの。なあ、そうだ、これで終わりでいいだろう。いやいや、終わらないでくださいよ。そうですそうです、影虎さんは晴信さんを男前だとか言っているそうですね。ああ、誰から聞いたの？まさかげか、あのアホンダラ。ほう、違いますよ、断じて私はそんなことこれっぽっちも思っていませんから。いや、影虎ちゃんにそう言われると嬉しいもんだ。誰が影虎ちゃんだ、無礼者め。この場で叩き切ってやる。影虎ちゃん、一回死ね。そういう晴信さんも影虎さんを美人だとおっしゃっているそうですね。ほう。あ、勘助のやつ、後で殺す。晴信さん、これはこれはおかわいいんですね。はあ、間近で見りゃただの垢抜けないガキだな。なんですって？もうガキと言われる年齢ではないわ。あんたこそ間近で見ればただのいかついジジイじゃないのよ。そっちの柿崎なんざ俺より年上だろうが。柿崎はジジイよ。クソガキ、クソジジイ。はっ、これを機に合戦とかやめてくださいよ。はい、ありがとうございました。ご苦労が絶えなさそうですね。まあ本当に絶えませんよ。そちらはいいじゃないですか、しっかりしてそうで。自由人の相手は大変ですよ。自由に振る舞われると困りますよね。指示を出したかと思うと逃走するらしいんですよ。それで何度呼び出されたことか。勘弁してほしいですね。指示を出すだけいいですよ。こちらは一人で全部決めたかと思うと忽然と姿を消すものですから、困ったお人です。それはお辛い立場で。さすがにうちの影虎は指示は出していきますからね。もう慣れたからいいのですよ。逃亡先もおおよそ見当つきますし、常におそばにおりますから。そばにいなくともどこに逃げたかは見当つきますよ。ダメな人ですが、あれはあれでいいところもあるんです。
身近な人間に対しては非常に気をかける。先日風邪をひきまして、うつるから近づくなと言っているのに来るんですよ、あの人。これを食べろだの、もっと温かくしろだの、しつこいんです。その姿があまりに一生懸命で面倒だと思いながらも心打たれましてね。うちのも優しいところがあるんです。タヌキがね、怪我をしていたんですよ。着物が汚れるのも気にせず抱きかかえて治療してやってね、元気になったから見に来いと俺に文を送ってきたんです。行ってみたら、それはそれは仲良くタヌキと戯れていて、あまりのアホ面でそれが可愛いのなんのって。顔ふやけてますよ。コンスケ殿こそ鼻が膨らんでます。うちの春の部が一番ということです。アホ面で悪うございましたね。いつからそこに？最初からだよ。親方様、そんな顔をするものではありません。帰ったら二人で話をしようじゃないか。はい、酒を用意します。いらねえよ。今後何があろうとも、私はあなたを信じ、別心しないと約束する。